こんにちは。自営業専門の税理士小浜南です。本日の動画は、今回の確定申告税金高かったんだけど自分だけ損してない、みんなこんな払ってるの、そろそろ法人化かななんて考える方は必見の動画になっています。私はオンラインサロンを運営していて、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter をやってますので、そちらの SNS もぜひチェックの方してみてください。また自営業向けに必要なものを一冊にギュッとまとめた本を出版してますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。 Amazon や楽天ブックス書店でも買えますし、 Kindle 版もありますのでよろしくお願いします。それでは早速本日の動画に行ってみましょう。はい、それでは今回のね、確定申告税金が思ったより高かった、自分だけこんな払って損してるんじゃないかな、法人化すれば税金が安くなるって聞いたことがあるんだけど、そろそろ法人化考えてもいいのかなっていう方に向けて、目安とここだけ気をつけてくださいって後悔しないポイントを税理士が伝授します。はい、本日の内容です。まず法人化ってどういうことなのか、基礎をざっくりと解説します。そしてメリットとデメリットがあるので両方しっかり押さえましょう。そして法人化のタイミングの目安を紹介します。そして最後、こちら後悔することもあるので要注意ですよ。こういうとこを考えて法人化しないと、こんなはずじゃなかったっていう方もね、出てくるかと思いますので、必ずね、最後の方まで動画の方を見てください。そして最後、アドバイスまとめになってます。本日はこのような流れでいきますのでよろしくお願いします。はい、それではまず法人化について基礎をね、ざっくりと解説したいと思います。おそらく皆さん今はね、個人事業主って言われるもの、まあ自営業と言われるものでね、ビジネス商売してると思うんですけど、法人化するっていうのはどういうことか言いますと、会社を立ち上げるっていうものですね。個人事業主から法人に会社を立ち上げることを法人化と言ったり、また法人なりするっていう風にね、専門用語で言ったりする場合があります。この法人化、法人なりというものは、この個人事業主が法人を立ち上げるっていう意味ですので、押さえておきましょう。はい、流れなんですけど、こちらもざっくりなんですけどね、まず税務署に廃業届を出します。個人事業主の廃業届を出して、一旦個人事業ビジネスを閉めますよっていうのを税務署に提出して、法人設立、まあ、登記の手続きに進む流れになります。このね、法人の設立のね、内容とか登記の内容についてここで紹介してるとね、長くなってしまいますので、また機会があれば紹介したいと、またね、何か他のところで調べていただければと思います。でもちろん必ずしも廃業届を出さないといけないというわけではなくて、個人事業を続けながら法人を立ち上げるということも可能ですので、そういうケースもあるんだということを頭に置いといてくれればいいかと思います。絶対廃業しなきゃいけないというルールではありません。税金の方なんですけど、法人を立ち上げることによって所得税から法人税へと移行することになります。そしてポイントなんですけども、法人を立ち上げるっていうことは別人格であるっていうふうに法律では言われていて、どういうことかと言いますと、法人は一つの独立したものになりますので、ビジネスとプライベートがね、こう混ざり合ってね、ビジネスができるっていうのが個人事業主のある意味特徴の一つなんですけど、法人になりますとそういうことは一切できなくなりますので、法人は法人、自分は自分というふうに完全に仕事とプライベートというふうに線引きが必要になります。そこが一つポイントです。そしてこちらなんですけどね、なんとなくそろそろ法人化なんじゃないということでね、安易な気持ちで法人化するとね、後々後悔することもありますので、この後悔するポイントがどういうところなのかを動画で解説していきたいと思います。でまず皆さんがね、一番知りたいであろう法人化のタイミングの結論を先に言います。はい、法人化のタイミングなんですけど、一体どれくらいの規模になったらね、法人化を考えたらいいんですかっていうことなんですけども、注意しないといけないんですけど、皆さん売上で考えたりするんですけど、売上ではなく利益、所得で判断をします。そして検討するまあ目安があるんですけど、大体この年間所得が600から700万前後残るようになったら考えていくといいですよっていうのが目安になってます。これは人によってね、いろいろ数字が異なったり、いろんなことを考慮してするので、やはりね、絶対にこのね、650万円ぴったりですみたいな風なことは言えないんですけど、大体この600から700万円前後っていうのは多く言われている数字ではないでしょうか。あともう一つ、売上で判断するじゃなくて、消費税を1000万超えたら法人化するっていうようなことを言われたんですけどっていう方がいるんですけど、確かにその消費税のね、課税事業者になったタイミングっていうのも一つの目安かもしれませんけど、超えたら必ず法人化するっていう意味ではないので、そこは勘違いをしないように注意してください。利益、要は所得で判断をします。そして年間所得がこれぐらいに残るようになり、さ
らにもうビジネスがどんどん拡大していきそう、その後もね売上も利益も上がっていきそうっていう風になってきたら法人化を考えるタイミングじゃないかなというふうに思います。すぐにね明日からじゃあ法人化しようっていうことでねできるわけじゃないので、考え始めるタイミングとしてはやはり所得が600から700万前後残るようになってきたタイミングじゃないかなというふうに個人的に思います。これの理由はねまた後で詳しく解説をしていきます。次、法人化にするメリットとデメリットを順番に見ていきましょう。はい、法人化のメリットです。一つ目、節税できる場合があるっていうことですね。これはね皆さんがこれがきっかけでねなんかそろそろ法人化した方がいいんじゃないかなっていうふうにね考えるねきっかけになること多いと思うんですけど、所得税というのは税率が上がっていくんですけど法人税は一律なんですね。こちら後で表で説明をします。法人税は一律です。なので節税ができる場合があるということです。そして二つ目のメリットは信用力が増すということですね。ここが一番法人化にする理由の大きな一つになるのではないかなというふうに思います。要は取引先からの信用がやはりね個人事業や自営業よりは法人として活動しているということで信用力は増します。取引先や金融機関、金融機関の信用力が増すっていうのは個人に比べると資金調達がしやすいというふうになります。もちろんね法人化にしたらねもうどんどん資金調達できるとかそういうわけではないんですので、比較すると、信用力があるので資金調達しやすい、もしくは資金調達の金額が大きくなる場合が多いですよっていうふうな意味合いだと思っておいてください。そして3つ目、自分の給与を役員報酬で経費にすることができます。自営業の時の場合ってオーナーには給料がないですよね。もちろんスタッフの給与は経費にしてきたと思うんですけど、自分自身オーナーの自身の給与というのは経費にならなかったと思います。それが法人を立ち上げることによって自分に給料を出す、役員報酬で給料を出すみたいなイメージで経費にすることができます。そして4つ目のメリットなんですけど、決算日が選べるってことですね。要は締め日を、締め月ですねを自分で設定ができます。個人事業の場合はもう決まっていて12月31日までで一旦締め切る、そして3月の15日までに確定申告をしましょうっていう風なねルールが決まってるんですけども、法人の場合は決算月選べます。実際問題現実ね3月決算っていうのが多いってね聞いたことあるかと思いますけど、本当に実際そうで3月決算が一番一般的に多いですけど、別に3月決算にしなくてもよくて6月決算、7月決算、自分が好きな時にまた繁忙期を避けて決算月を選ぶことができます。こちらが法人化するメリット4つになるんじゃないでしょうか。それではね、先ほど解説したこのね節税できる場合がある、所得税は税率が上がっていって法人税は一律、ここがどういうことなのかを次に表で解説していきたいと思います。これが所得税の表です。要は所得が上がれば上がるほど税率が階段状にこうやって上がっていくのが日本の所得税の仕組みになっています。最初は 5% からスタートして5、10、20ということで上限は 45% までになっております。ここに所得のところを入れてこの税率をかけて控除額を引くと金額が出ます。一つねちょっとポイントとして気をつけてほしいのは、この所得によって全部が 20% になるわけじゃなく、ここまでの分は 10% で計算、ここまでの分は 5% で計算で、ここを超えた分は 20% で計算というふうになりますので、そこはちょっとね頭に置いといて勘違いをしないでほしいなと思います。では法人税の方はどうなってるか、一律っていうふうに先ほど言いましたけど、ここですね、基本金が1億円以下の法人など、ここのね1億円以下だとしますね。そして年800万以下の部分は要は 15% になってるわけです。ちょっとねここ中には置いておいて、800万以下だと 15%、 そして年800万を超えた部分の利益所得については、ここが 23.20% になるというのが法人税の仕組みです。ですのでこちらの所得税と比較すると一律というのはこういうところです。で単純にこことここを比較するってやっぱねいろいろな要素があってできないんですけど、多分皆さんここを見て法人の方が税金安くなるじゃんと思うのはこの表を比較することなんだと思います。例えばここの所得の間の時だと所得税だと 23% の税率になりますよね。一方ここのの800万円以下の部分で考えると法人税は一律 15% なんですね。そうするとここの 23% と 15% を比較すると、法人の方が、要は法人税の方が税率低くて安いんじゃないというふうに考えるんだと思います。確かにここのね 33% の欄に入ってしまいますと、この 15% もしね800万円超えた部分があったとしても 23.20% の方が税率は低い、法人税の方が低いということになります。実際ねこのようにねこことここで比較して何パーセントだから法人税の方が安いよねっていうのは単純計算はできないんですけど、実際節税につながることもあるというのが事実です。
というので一つ目、法人化のメリットに節税できる場合がありますよっていうのを表で解説したのが理由になるわけです。次は法人化にするデメリットを見ていきましょう。法人化のデメリット、まず1つ目、手続きに費用と手間がかかります。どういうことかと言いますと、法人の設立、先ほどね、法人化するには設立、要は登記の手続きが必要ですよって最初説明したんですけど、法人の設立には約25万円ほどかかります。また登記費用もかかります。要はこの登記するのを自分でやれば無料なんですけど、例えばちょっとね、登記の手続きがわからないから司法書士さんに頼みたいなと思いますと、またこちら登記費用が別途かかります。要は司法書士の報酬代がかかるってことですね。また税理士費用も決算時にはかかってきます。法人の決算は個人事業主と違って自分でやるっていうのはなかなか素人の場合難しいと思います。もちろん中にはね、ご自分でね、決算ここまでやってらっしゃる社長さん実際いるんですけども、なかなか厳しいと思ってください。ですので、税理士費用が発生すると。そして3つ目なんですけど、経理事務の負担は大きくなります。最初に言ったように法人と個人しっかり線を引かないといけないですので、この経理事務の負担は自営業、個人事業主の時のね、確定申告は経理と比べるとやはり負担がやや大きくなります。そして2つ目のデメリットなんですけど、社会保険に加入義務が発生します。これは自分が社長一人でも加入しなければなりません。このね、加入がね、個人事業の国民健康保険に比較すると手厚くて、社会保険、役員報酬の金額にもよるんですけど下がるっていうことでメリットになる場合もあるんですけども、やはりね、デメリットになる場合もあります。この社会保険に加入義務があるということは、社員やスタッフの分を半分負担することになりますので、もちろんね、経費にはなるんですけども、そちらの負担が発生する。で、自営業の場合ですから、スタッフの数が5人未満なら、この社会保険義務はセーフ、加入しなくてもいいですよっていう風になっています。しかし法人になりますと、社長1人でも社会保険に加入する義務が発生します。そして赤字でも税金がかかります。例えば法人がね、赤字でも均等割として約7万円ほど払うことになります。個人事業の場合ですと赤字やマイナス、また所得がゼロだと税金もゼロになるんですけども、法人はそういうわけにはいきません。たとえ赤字でも年間税金は7万円ほど負担しなければならなくなります。そちらがね、意外と皆さん知らなくてね、こんなことなら個人事業のままでよかったのに7万円もかかるんですねって方もいるので、しっかりと知っておきましょう。そして最後のデメリットなんですけど、税務調査のリスクが上がります。やはりね、個人事業主と比較すると、必ず法人化にしたら税務調査が入るってわけじゃないんですけども、比較するとリスクは上がるというふうに考えてください。それではもう少しね、法人化のタイミングについて紹介して、知らないと後悔するのはどうしてなのかについて順番に解説をしていきます。はい、先ほど言ったように法人化のタイミングというのは売上ではなく利益、所得で考えましょうと言ったと思います。そしてその目安は所得が600から700万円前後残るようになってきたらというふうにお知らせしたと思うんですけど、じゃあこの所得って一体どこを見ればいいのかなというのを表で解説します。個人事業主の場合、こう売上があって、そこから1年間かかったね、仕入れや経費、そして青色申告特別控除を除いた後の金額、ここが事業所得となります。ですのでここの所得が700万円前後残るようになってきたら考えるタイミングかなというふうに思います。さらにね、この事業所得からこの所得控除っていうのを引けますので、ここが皆さんよくご存知の生命保険があったり、住宅ローン控除があるとか、扶養控除があるっていうので、ここはそれぞれ全く人によって違ってきますので、ちょっとね、ここの所得控除のことを考えるとまたね、バラバラにケースがなってきますので、ここの事業所得のところで考えればいいんじゃないかなというふうに思います。この事業所得が600から700万前後、またはこの所得控除をした後の所得金額、要は税率がかかる所得金額のあたりが600万ぐらい残るようになってきたら考える、このあたりが目安なんじゃないかなというふうに思います。実際ね、お客さんの見ていて、やはりね、この所得が600、700万円前後になってくると、皆さん言うことは税金の負担が重いって言い始めるんですね。確かにそうなんです。いろんな税金がその後かかってきますので、所得税だけではなくて、これぐらいになってくると大体消費税も発生しますし、事業税ももちろん上がってきます。そしてこの住民税も高いですし、国民健康保険もかなり高くなってきます。そういう意味で皆さんちょっと負担が大きいので、法人化にした方が税金が安くなるんじゃないかっていう風に言うのは、一般的にやはりこのあたり、うわーきついなーっていう風に言い始めます。次ね、スライドで紹介するのが、知らないと後悔するかもよっていうね、ここをね、逃れたいがゆえにね、安易に法人化すると一体どういう仕組みになっているのかを、以降のスライドで紹介していきます。
はい、では知らないと後悔するかも、思っていたのと違ったっていうふうに、ね、ならないためにしっかりここを押さえましょう。所得税と法人税の両方を払うことになるということを皆さん頭から抜け落ちていて、法人税の方が安いっていうふうに売ってしまう場合があるんです。どういうことかと言いますと、法人税は安くなっても、要は役員報酬に所得税がかかるんです。こちらどういうことかっていうのを紹介しますね。役員報酬で先ほど自分のね給料が経費にできるっていうふうに言ったんですけど、この役員報酬というのは会社から出る自分に対する給料になりますので、要は自分が給料として会社からもらってる、それで生活をしていかなくてはいけないというふうになります。でこの役員報酬の金額によって法人化した方がお得な方もいれば、そうでもなかったっていう方でケースが分かれますので、こちらのケースを少し例を使って見ていきたいと思います。要は自分は月額生活するのは一体いくら必要なのか、ここを押さえないといけなくなります。例えば20代で独身の方だったら、月20万円もあれば生活できるんだよねっていう方がいます。まあね、最近のね20代の子とか若い子、お金かけなくてもね全然生きていけるっていう、車も持たないし家も別に持たないしみたいな方が多いので、若い時って本当そうですね、月20万円もあればいい、要は年240万円の年収でなんとかまあやっていけるかなっていう風な方がいる。かたや40代家族あり、まあ、子供がいるということはお金がかかりますし、例えば学費払わないといけない、習い事に行かせたい、またはね家の住宅ローンがあって、そちらの返済も込みで生活をしていかないといけないという場合、やはりね月20じゃ全然足らないわけです。月50万円くらいはないと生活できない。そうすると年収、まあ、年でいくと600万円の役員報酬をもらうことになるわけです。そしてもちろん報酬を上げれば所得税が上がりますし、また社会保険料も上がります。このあたりで一体いくら役員報酬をもらうかによって、でこの役員報酬の所得税がかかってきて、さらに法人は法人税の方でかかってきますので、両方負担しないといけないということをね意識しといてください。次ね、図を使って分かりやすく解説します。ただ一つポイントがあるんですけど、役員報酬は年1回決算の時のみ変更が可能なんですね。なのでやっぱりちょっと足らないとか、やっぱり余ったから減らそうっていうのをコロコロ変えることはできないわけです。そういうルールになっています。ですので例えばね最初に設定した金額がね多かったとしても、少なかったとしても、とりあえずそれでいかなければならない、生活しなければならないとなると、皆さん役員報酬いくらにしようかなっていうふうに悩むことになります。では次、もう少しね図を使って、この法人税と所得税両方払うってどういうことっていうのをイメージで捉えてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、こちらが図ですね。例えば法人化した場合、法人税税率 15% でしたと。先ほど言ったように所得税の方がどうなってるかというと、役員報酬600万に対して所得税がかかってくるわけです。で先ほど言ったように20代独身でね月20万円もあれば十分だよっていう方は、この年240万円の所得税、この役員報酬を払うわけです。でこの法人税の税率と所得税の税率を、このね600万円を合わせたところで、どっちが負担が軽いのか重いのか、ここは要は法人化することによって節税できるかできないかのポイントになるんです。例えば法人税のこの 15% と、まあ、これ一回ね 15% としてますけど、800万円を超えるところはまた税率、先ほど見たように基本によって変わってきますので気をつけてください。月20万円の役員報酬の場合は年240万円、ここの所得税とこっちの法人税の負担を合わせた時に、この個人事業主で所得税だけを払っている時と比較して、税金が安いのか高いのかっていうのを比較しないといけないということになるんです。例えば年600万円の役員報酬をもらった時、ちょっと一旦図を戻ると、どこに該当するのかと言いますと、もちろんね600万円からね生命保険控除とか個人のねあの扶養控除とかあるので、まあどこになるかっていうんでね、ここですっていうのは言えないんですけど、まあ、目安としてここだとしますよね。ここに入りました。そうすると税額は 20% ですよね。さらに 20% とこの法人税の 15% を足した金額、両方を払わないといけないので、要は 35% ぐらいを負担することになるわけですね。そうなった時に、個人事業だけで600万700万の所得だった時とそんなにもう変わらなくないですか。 20% 要は 23% 個人事業だけだったらここの欄に入るところを、要は法人税もプラスオンして役員報酬を年600万円出そう、ここの 20% もかかってくると、あれ合わせてみたら、ちょっと待てよ、もしかしたら少し税負担増えるんじゃないかな合わせたら。でも逆に月20万円で240万円だと下がるので、ここが 10% になるわけですよね。そうなると 10% と法人税が 15% だとして、まあ仮定しての計算ですけど、そうなると法人化した方が税金はトータルで見ると節税につながるという方がいるわけです。ですので皆さん、法人化すると
ょっと一つ悩むポイントとしては、役員報酬をいくらにするかっていうのもものすごく悩まれます。かといって下げたらいいのは分かってるんですけど、下げたら生活ができないっていう風になりますので、役員報酬を決めるっていうのはすごく重要なポイントになってくるわけです。で、ここの2つ、要は法人税と所得税は合わせて、じゃあ税金がいくらぐらいになりそうなのか、そうした時に個人事業主の時よりも税金が高くなるのか安くなるのかをきっちりと判断してから法人化をしてください。はい、それでは最後まとめです。今日はね、法人化すれば必ずしも税金がお得ではないってことです。しっかりシミュレーションをしてから法人化するようにしましょう。後悔のないようにお願いします。ちょっともう一つ、どちらのビジネススタイルが自分に向いてるかっていうのはまた人それぞれですので、個人事業でやる方がいいのか、それとも法人化する方がいいのか、どっちのビジネススタイルが自分にしっくりくるかっていう面でも考えて決めてください。またこれ最後本当大事なポイントなんですけど、税金の面だけ、税金が安くなるからっていうだけで法人化を決めてほしくないなっていうふうに思います。ビジネスって税金が高い安いかだけで決めるんではなくて、やはり法人化にするタイミングって他にもあると思うんですよ。例えばね、事業を大きくしていきたい、多店舗展開をしていきたい、もしくは取引先が大きくなったっていうような、その他の要因があって法人化をすることになるっていうケースが多いですので、税金が安くなるから法人化だしようっていうふうな形で安易に決めないでほしいです。安易に決めてしまった人ほど後から後悔したり、あれ所得税と法人税ダブルで来るんだってことを後で知ってしまったり、赤字なのに税金が発生するのか、そうかっていうふうにね、後悔することになりますので、しっかりと法人化するときはシミュレーションをして、いろんな要素を考えてやるのかやらないのかを決めるようにしてください。はい、確定申告動画、まだね、確定申告完成してない、提出できてないよっていう自営業の方はこちら、入門編、知識編、青色申告の書き方、1枚目、2枚目、3枚目、4枚目とありますので、そちらの方参照してください。またね、今年はね、もしの場合、確定申告の期間延長できますので、コロナによってね、延長したいんですっていうふうに書けば延長することができますので、もしもの場合は必ずこちらの動画を見て、どういうふうにすれば期間延長ができるのかっていうのをチェックするようにしてください。はい、お知らせです。私は自営業向けに本を出版しています。Amazon、楽天ブックス、また Kindle 版発売中ですので、よろしくお願いします。個人事業主向け、あなたのビジネスがうまくいきますよということで、Amazon の税金部門でね、常にランクインし続けてますので、ぜひそちらの方合わせてお願いします。どういう内容になってるかと言いますと、このように一問一答形式でまとまってますので、どこからでも読めて、自分が好きな、要は気になるページから読むことができます。いろいろ調べていたのがね、嘘のように一冊にね、必要なものがギュッとまとまってますので、ぜひよろしくお願いします。また私はオンラインサロンを運営しています。メリットは3つあります。1つ目がオンライン上で税理士に質問や相談をすることができます。オンライン上に税理士を味方につけれるということがメリットです。また2つ目、サロンズームを定期的に開催してますので、メンバー同士のね、情報交換、またはズームで私に対して質問や相談をすることができます。これが2つ目のメリットです。3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。要は SNSでの集客方法、 YouTube、TikTok の裏側、まあね、今ねどんなこと考えてビジネスしてるのか、お金や経理、税金のニュースなど、オンラインサロンのみに情報を投げていますので、ぜひご検討ください。 URL から飛べるようになってますので、概要欄を見てください。月額制で Facebook の非公開グループで運営をしています。メンバーの皆さん、 YouTube を見てきたという方ね、ほぼ YouTube からのメンバーばかりですので、安心してください。はい、それではチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンや感想やコメントくださると本当励みになってます。全部目を通してますので、ぜひよろしくお願いします。また他 SNS、 Instagram はフォロワーが 1.4万人、 Twitter もやってますし、 TikTok はフォロワーが6万人になってますので、他の SNS も概要欄から飛べるようにしてありますので、合わせてチェックの方お願いします。はい、それでは本日も動画最後の方まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルは自営業向け、フリーランス向け、副業の方向けに役に立つ情報を動画でどんどんと投稿をしていっているチャンネルです。ぜひチャンネル登録の方お待ちしています。いつも最後まで見ていただいてありがとうございます。本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。